こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。今日はまず、嬉しいお話を聞かせていただいたので、ご紹介したいと思います。まあ、とにかく以前も性格が変わっちゃった人が多いというね、いろんなところで揉め事が起きてたり、お母さんが子供にものすごい剣幕で、そんな小さい子にそんなに怒ってどうすんのっていう感じで怒ってる人とかね、いろいろ見たり、あとは車の運転はちょっとひどい人本当に増えてますね。だから煽り運転とか増えてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあこの方も同じで、この方はお弁当屋さんにお勤めの方なんですね。女性の方なんですけれども、その性格が変わってる人が増えてるっていう話の流れで、すんごいお客さんからのクレームが電話が増えてるんですって。で、困ったことにですね、それにスタッフの人、まあ主にパートの方が出るみたいなんですけれども、電話対応がひどすぎて、もう本当すぐに喧嘩になっちゃうんですって。それでもうこの方が慌てて電話対応が変わると、穏便に話が済んでしまうと。で、この方は本当に今ね、職場での評価がもう一人だけ、急上昇。まあ急上昇ってもう、いつ頃って言ったかな、去年の11月頃からもうずっと増えてるって言ってましたんで、まあ本当にもう今は電話対応と言ったらこの方っていう、もう本当ことになっちゃってる。まあクレーム対応ですね、クレーム対応って言ったらこの方っていうふうにもう職場の中でなっちゃってるみたいなんですけど、まあとにかく冷静かつ落ち着いて穏やかに対応できることに、他のスタッフ全員が本当に、驚いていると。で、まあ本当に、私が言っていたことが今身をもって体験していますよっていう話で笑ったんですけどね。はい、まあとにかくまだまだそういう方が増えていくでしょうし、またこれもまた言っとかなきゃいけないですね。以前コオロギのこと言ったんですけど、イナゴっていうのは漢方では、まあ、特に中国の漢方では、薬として使われることもあるんですけど、コオロギは、中国の漢方でも中医薬っていうんですけど、絶対使わないので、多分いろんな、まあ、弊害、毒としても何かあるかもしれないですね。はい、それ急に思い出したので。で、今日このメンタル面のことについてご紹介しようと思ってるんですけど、その前に当たり前のこととして、毎日のウォーキングで寿命が数年延びることも調査で判明。まあ当たり前すぎますけどね。まあでも2万歩っていうとどうなんでしょう。だいたい10キロぐらいですか。まあなんとか本当はね、1万歩は毎日歩きたいなっていうね、目標は持ってるんですけど、ちょっと今のところは無理ですけど、まあ、また皆さん意識してやってみてください。あとこちらももうね、このチャンネル聞いてる人には見てる人にはもう当たり前すぎると思いますけど、超加工食品ですねのやつが出てましたので、こういう類のやつご家族でね、まだまだ食事改善ができてない人いるんだと思いますけど、まあ、そういった意味で、そういう方々がこの記事を読んでもね、頭の中で知識が知恵に変わっていかないんですよね。だからちょっと難しいかもしれないですけど、こういう類のものを、記事を取っておいて、その上で食生活ちゃんと改善して、それで食生活改善されるとその人 の言動の内容がね変わってきますので、で言動の内容が変わってきた時にこれを見せれば、また頭の中で、知識が知恵という形で変わっていきますので、こういう類 の記事をちょっといくつか拾っておくことをお勧めします。で、今日この類の話なんですけど、まあ本当10日間チャレンジやればこういうことが身をもって体験できるということなんですけどね、本当大事だと思うんですけど、今回
性格が変わってしまったっていう人が、ね、ちくわを食べた人たちに続出しているわけですよ。ツイートがね、これちょっとうまく出ないですけど、ね、こういうふう、まあ本当、性格が変わったように、おりっぽくなり、あんな人じゃなかったのにと悩んでるとかね、あとは、まあ、こちらも、いろいろと書かれてるんですけど、ね、同じ人間とは思えません。自分が別人のようになった。母の感情が非常に不安定になりました。まあこんな方が本当に増えてるんですけれども、でもね、私が言いたいのは、今回性格が変わってしまったって言ってますけど、その前からその人は本当の性格で生きていなかったという事実、まあ皆さんも食生活を変えて変わったっていうことを実感されてる方多いんだと思うんですけど、その時と今の自分ってもう別人でしょ？ねえ、私セミナーに、あるセミナーに出てて、そのセミナーのをご紹介した関係もあって、そのセミナー行くと、2、30人のこのチャンネルを見てる方と、そのたんび会うんですよ。そうすると、もうみんなやっぱり昔と同じ人間とは自分でも思えないって言ってくださるんですよね。はい。まあ、とにかくそういう中で、犯罪を犯した方の食生活を想像してみていただければわかると思うんですけど、これは相模原で起きた、障害者施設の方ですよね。で、この方は、確か、障害者施設に過去に勤めていて、で、一人暮らしをされていた人ですよね。まあ、大体何食ってるか、やっぱ想像ついちゃいますよね。で、あと、こちらは、秋葉原の殺人事件、連続殺人。で、よくね、ネタでこれ言うんですけど、私ここにいたんですよ。見てたんで。はい。まあ本当に人がね、波のように動くっていうのは、本当初めて見ましたね。ずわーっとものすごい人数の方が同じ方向に逃げていく。うん。まあとにかくこの方もね、派遣社員で一人暮らしだったっていうことですから、まあそういう食生活だったってことはね、まあそういうっていうのは、コンビニ弁当とか、パンとか、あとはラーメン、ポテトチップス、ジュース、まあそういう類のものだったんだろうなと。で、そういうものの摂取の量が多ければ多いほど情緒が乱れますから。で、単にこれは殺人事件という形で現れただけで、人によってそれがね、ここにも書きましたけど、家庭内暴力とかストーカーとか、煽り運転とか、ゴミ屋敷、パワハラ、モラハラ、あとは犯罪、非行、そういった形で現れてるだけであって、ね、だからけ、あの、なんていうのかな、まあ、この食生活という根本的な問題にたどり着けないわけですよ。ね、その辺がね、なかなかやっぱり食生活がある人にそれを言っても伝わらないので、私も本当、ね、苦労しているんですけれども、まあ、いずれにしても、今後はここを強く、また意識していく世の中にならないと、いつまでたっても良くならないなっていうふうに、強く感じている今日この頃です。はい。で、その関係のことでね、ちょっと精神疾患とオメガ3脂肪酸という関係の、こういう論文があったので、ご紹介したいと思います。N3 系脂肪酸の摂取の減少は、アルコール依存、薬物依存、うつ、認知症などの精神疾患や、アルツハイマー病や、転換などの神経変異性疾患を引き起こすことが明らかになっている。もう明らかになっているんですからね。はい。ちなみにこれもここ書きましたけど、依存症、薬物、アルコール、ギャンブル、ゲーム、セックス。これ全部、同じことで治ります。なんか急に思い出したんですけど、このセックス依存症の人、今まで相談何人か受けてるんですけど、なぜかね、半分以上の人が大学の教授でした。有名な大学も、超有名な大学の教授も、まあみんな奥さんから相談受けるんですけどね。はい。まあそういうこともありました。あと、なんだっけ、ここ、なんだっけ、ハラスメントか。ハラスメント、
家庭内暴力、パワハラみたい、家庭内暴力、DV ですね。DV の相談はね、半分以上が勤務医でした。はい。そういう経験があります。はい。で、うつ病ですけど、魚の消費量が多いほど、うつ病の発症率が低いという報告がある。いくつかの研究においても、N3 系脂肪酸の摂取が多いほど、うつ病になる、ごめんなさい、危険率が低いことが知られている。ここごめんなさい、関係ないです。EPA とうつ病の間に負の相関があることを明らかにした。まあ、EPA を多く取ると、うつが減るということですね。うつ病患者の脳内では N3 系脂肪酸の濃度低下が引き起こされている。まあ、この場合には DHA ですよね。脳内には、EPA とかアルファリノレン酸というのは、基本的に、ほぼそ、ほ、ほぼ、ほぼっていうか、ないはずですよね。はい。で、抗うつ病が患者、うつのひどい人ですね。の眼科、ごめんなさい、前頭はこれ、前の頭です。前頭皮質における DHA が低下しており、女性において優位に低下していることが報告されているということですね。で、女性の場合にはね、例えば妊娠した時に、妊娠中か、妊娠授乳中に、ちゃんとオメガ3の、まあ、オメガ3を、適切に取って、食べていないと、自分の体のオメガ3を赤ちゃんにあげてしまって、脳が萎縮するってことが分かってます。はい。だから、もう本当、食べ物が悪いまま2人も3人も子供を産むと、基本的には、子供にも影響があるんですけど、例えば初めは育児放棄程度でだったやつが、まあ、初めはうつか、初めはうつで、その次が育児放棄で、その次が虐待とかって言って、やってることがひどくなります。はい。で、統合失調症、胎児期の低栄養は統合失調症の重要なリスクの一つとされている。オランダ、中国の大飢饉の後に統合失調症患者が増えたとの事例報告。亡くなった方の脳ですね、統合失調症の。前頭皮質における DHA 濃度の低下が、DHA 濃度が低下している。で、DHA や EPA の摂取が統合失調症の認知機能と醸造異常を改善する。まあ、私は地元のある病院の、こと前にご紹介したかもしれないですけど、そこの病院に入院している、していたが、統合失調症患者さんが、一時期、次から次へと退院できてという話があったんですけど、みんなうちに来た人たちでした。本当、家族がね、子供のこと、子供だったからなんでしょうね。大人だったら多分、来なかったんだと思うんですけど、子供たちなので、親がやっぱり最後まで頑張って、何らかの解決手段を探したんですよね。で、うちに来てくださって、一生懸命毎日朝と晩2回病院通って、一生懸命飲ませて、こっそりね。で、一人が良くなってきた時に、他の人たちがどうしてどうしてって話になって、で、一時その病院の入院患者の半分以上がうちのお客様だったんですけどね。で、今日強調していきたいのが、この心的外傷後ストレス障害。先に言っておきますけど、この、秋葉原のやつ、私これを目の前で見たんですけど、これ前に言ったのかな。100人ぐらい、一緒に薬剤師さんたちとセミナー受けてて、その会場の本当に真横で、この人が車を止めて、で、走って、規制を上げて走ってね、人を刺してたんですけれども、それ見たらですね、その次から、その次のセミナーから、全部でその後、まだ6回か7回ぐらいあったんですけど、その次のセミナーの時に、来た方半分以下ですもんね。で、もう来た方もほとんどの方がもう、あの場面が忘れられないとかって言って、なんか食に影響が出てたりとか、なんかね、本当大変だったらしいという話をみんなしてたのを覚えてるんですけどね。
私はこの事件を見た後に普通にね、食事に行きましたからね、誰も行ってくれなかったですけどね 誘っても。で、PTSD は本当皆さんもう分かると思うんですけど、恐怖記憶ですよね。消化が進まない、いつまでも思い返してしまう状況なんですけど、N3 系脂肪酸が PTSD の予防と症状緩和に、寄与することが報告されている。N3 系脂肪酸によって海馬の神経新生が活性化されると、海馬における恐怖記憶が消失し、PTSD が軽減する。N3 系脂肪酸の摂取は PTSD を軽減させ、その機序に血清中の BDNF 増加が関与している。これは脳内栄養因子ってやつなので、N3 系のものを取っていくと脳内栄養因子っていうのが栄養が増えるんですよね。で、アルツハイマー病、魚の摂取量がアルツハイマーと負の相関を示す。N3 系脂肪酸の総摂取量、特に DHA の摂取がアルツハイマーの減少と関連している。アルツハイマー患者の血清中における DHA 含量が低下している。とにかくちゃんと取ね、N3 系は取らなきゃダメだっていう話ですよね。これも後で説明します。説明必要ないか。N3 系脂肪酸を用いた介入研究は効果なしとの期待外れの結果もある。これ言わなくてもわかると思います。介入研究って、例えば、このうちはよく魚を食べるなとか、そういう研究なんですよね。ですから、なんていうの、調査の限界があるわけですよ。例えば、ポテトチップスを毎日食べて、その裏で食べていたとか、揚げ物料理が多かったとか、そこら辺のことまでは踏み込まないので、あくまでも N3 系脂肪酸を取ったっていうことを前提で、それ以外の要素のところを省くことになってしまうので、家庭によってはね、魚をよく食べていたんだけど、その一方で、ジャンクフードもいっぱい食べていたって言ったら、もうお話にならないわけです。だから10日間チャレンジやってっていうのはそういうことですけどね。あと、この生理、月経症候群とか関節リウマチの方もね、これ本当、よく読んでいた、後で読んでいただくともいいんですけど、あと炎症性腸疾患、一時、クローン病とか潰瘍性大腸炎、あの辺がの病気の学生が何か来てたことがあるんですけど、大人の方でね、30超えてる方でね、20代、大学卒業してか、大学卒業してからずっと血便が出ていて、もう全部下痢。で、いろいろ薬も飲まされてた方なんですけどね、私と出会って3ヶ月目ぐらいにちゃんとしたうんこが出て。で、その方結婚してたんですけど、奥さんを呼んで2人で、もうそのうんこを見ながら涙したって。 1ヶ月のうちのね、半分以上が39度以上の熱で寝てたんですって。どんぐらいつったかな、3、4年つってたかな。そういうものにも効果ありますし、あと女性の方で生理痛ひどい方、月経困難症、これも間違いなく改善しますので、特に月経困難症プラス、なんていうか、生理前症候群がある方にはおすすめです。あと、転換にも効果がありますよって話ですよね。で、さっきのこの、PTSD なんですけど、これ食事改善した方ならなんとなくお分かりいただけたと思うんですけどね、誰もが強いストレスを伴った嫌な経験ってしてるんですよね。で、そのことに対して、あのせいでって口にする人もいれば、あのおかげでっていう人もいるじゃないですか。で、この差っていうのは、今のその人の調子なんです。もうこれは強調していきたい。今でもあのせいでって思っているなら、本当に食生活を改善することをお勧めします。今の調子が悪いからあのせいでっていうんです。で、10日間チャレンジやりますとね、
過去の、こっち側の PTSD は恐怖っていう言い方になってますけど、恐怖、不快な記憶っていうのが消去されていくんですよ。だんだん。そうすると、おかげでって言えるようになってくる。これの秘密っていうのはね、さっき海馬の神聖ってことをが書かれてましたけど、海馬っていうのは大体6ヶ月で全部新しいのに入れ替わるんです。で、オメガ6が多いと炎症や不快情動によってね、必ず交感神経が緊張して、で、交感神経が緊張するとイライラとか不安を感じるホルモン、アドレナリンとかノルアドレナリンの分泌が増えちゃうんですよ。で、増えた状態だといろんなことに対して嫌な思いするじゃないですか。冒頭の女性のように、調子がいいと、クレームの電話に対して、冷静に対応できるんだけど、調子が悪くてこういうアドレナリン、ノルアドレナリンがいっぱい出てる方っていうのは、調子の悪い方からの電話にミラーリングしちゃって、自分まで発火しちゃうんですよ。ね。だからそれがなくなってくると、気持ちが切り替わるようになるわけですよね。情緒が安定してるわけです。穏やかに安定してるわけですから。で、気持ちが切り替わるとそこから離れますよね。で、逆に、こういうふうにイライラや落ち込みがひどい方は、普段の情報でもそういう反応をしてしまうので、過去の嫌な情報とのアクセスが密になっちゃうんですよ。で、これが分かりやすいのが、身内が亡くなった時に、ね、家族が亡くなった時に、もう1年経っても2年経ってもくよ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 してる方いらっしゃるんですけど、それは今の調子が悪いからなんです。ね。で、今の調子がいい方っていうのは、肉親の、ね、死も、4ヶ月ぐらいするとだいぶ切り替わって、だいぶっていうか、切り替わることができるんですけど、もちろんあれですよ、初めのうちはもう寂しくてね、悲しくて仕方ないわけなんですけど、4ヶ月ぐらい経つと気持ちが切り替わることができるわけですよね。そういった意味で、今でも、コロナ禍また皆さん嫌な思いしたからね、何とも言えないですけど、今でもちょっとでもせいでっていうような類の感覚お持ちならば、ね、あんだけいろいろ言ってあげたのに、ね、結局ちくわ食べちゃってとかってので、もう知らないなんてなっちゃってるんなら、本当、ぜひ騙されたと思って、食生活の改善やっていただけるといいなと思います。あとはもうここですよね。効果なしっていうのは、さっき言った通り、N3K をとっても N6K が多かったり添加物が多かったり、していたら効くものも効かないよということですね。はい、それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。